めちゃいいボールでしたね。はい、もう本当ドンピシャで、コーチと最近ちょっと話し合ってたんで、本当に決まってよかったです。言ってみれば今日はもう90分我慢のしっぱなしだったと思うんですけど、やっぱりこうやってね、1-0 で勝てるとやっぱり、ね、どんどん上上がっていけると思うので、疲れました、はい、気持ちよかったです。はい、小林さんにとっても久々のゴール。そうですね、はい、まあ、1年半以上、はい、取ってない、まあ、気持ちいいですね。なかなかね、あのマックカードなんて映画ないかなと思ってたけどもらっちゃいました。ね、アウェーなのにすごいいっぱい声援くれて、まあ、大宮のヤジも結構聞こえたんですけどまあ古巣なんでね。はい、まあでも、お願いします。よかったです。この後はまたホームですよ。はい。まあしっかり準備してね、まあ勝ち点3取るためにこうしっかり準備して、まあ臨みたいとは思います。はい。分かるんじゃないし、分かってる声が聞こえてた。聞こえてた。やばいね、あれ。よかったわ、本当に。入んなくて。はい。